黒色のどよみじ。
ここの学食すごく、はあ、どうも、制服違うんですね。生徒会の書記も担当しております、吉野。普通科1年の。光さん、処女級の見印おめでとうございます。リアンヌ女学院にようこそ。ありがとう。はじめましてですよね。そうそう、詐欺の宮が二人いるので、どうか誉れとお呼びください。何か困ったことがあれば生徒会室を訪ねてください。どうしてありがとう。いえ、一次元目を少しサボって多少たしなむ程度です。とても面白い方ですわね。料理が届くまで少しお話でもいたしましょう。ぜひ。私転入生でこの学校のことをいろいろ聞いてもいいですか？ええ、私は初等部からずっとこの学院で育ったので、何でもどうぞ。印が浮かび上がったらしいんですけど、どういう仕掛けなんです？あと、あの儀式って毎年やるんですか？マイク OK。 所定難しい質問ですわね。まずは儀式ですが、あれは高等部に上がった時に一度のみです。そういえば、みんな1年生とかとかも12級が揃わないのが普通みたいですけど、今年は多かったんです？去年は多いとされた3人で、一昨年は2人、今年は異例の6人分ですので。すごい、豪量じゃないですか。でも6人、
学院創設以来初めて揃ったこと、そして一人で印を二つ受けた方が現れたこと。いつもだと印を受けた方は3日間ずっと話題になるのですが、今年はその方が話題を全て持っていっているようですわね。一体何の前触れなんでしょうか。奇跡が重なり合う時、何かが起こりそうだとは思いませんか。矢田先輩はロマンチストなんですね。ロマ…そうかもしれませんわね。12級のことについては生徒会長を頼るといいかもしれませんわね。生徒会長？ええ、お会いしたことはありませんか。まだ今日初登校ですし。すごい方なんですか。いろんな意味ですごい方ですわ。何より四死球であられるので聞きやすいかもしれませんわね。そうします。すごい人ってどんな風にすごいんですか。まさか黒髪ロングでとても厳しい人で成績優秀で威厳たっぷりとか。そうですね、イメージはその真逆かもしれませんわ。聡明な方ですが、つかみどころのない奔放な方といいますか。生徒会は例年指名制で選ばれるんです。決明派のメンバーから。決明派？なんか絆が強そう。あら、学院の外でも機関の人間ならみんなご存知かと。ご両親は？うち家庭環境が複雑と言いますか、両親とはもう何年も会ってないと思いますか。それは、まあ、ごめんなさい、失礼しました。いえいえ、お気になさらず。それでその決明派というのは。わかりやすく言いますと、利権が一致しているお家の方々ですわ。学院内では少数派で大半が右派ですけれど。矢田先輩は何派なんですか。私は右派ですわ。ですが去年台頭してきたのはサギナミア派で、決明派とサギナミア派右派の代表が生徒会長を争うことになったのです。人類の血で血を洗うような。エクスシアはどんなところで育ってこられたのでしょうか。エクスシアってなんだかくすぐったいので名前で呼んでください。では星野さんとお呼びしますわね。投票による生徒会選挙です。これも数十年行われてこなかったことですわ。つまり生徒会長はサギノミア派で、選挙で勝ったんですね。ええ、獅子革命と呼ばれる一大事件で。と、リエルが来ましたわね。待ってました。すごい、キャベツってこんなに甘みがあるんですね。鼻先まで鰹節のいい香りが残ってる。美味しかったでしょ。矢田先輩、なんであんな辛いもの食べて顔一つ変わらないんですか。あら、苦悶の表情を浮かべていたつもりですけれど。もしかして表情筋死んでません？ちょっと笑ってみてください。変わってませんよね。そんなことありませんわ、ニコ。表情筋壊れてるみたいです。そんな。さて、それじゃあ私は用事があるのでこの辺で失礼しますわ。
ありがとうございました、矢田先輩。そうでした。去年、私たち、どこかでお会いしませんでしたか？いえ、私、昨日の夜、この学院に来ましたから。職員室に行った後は、案内を受けて自室にこもっていましたし。そうですわよね。勘違いでしたわ。では、ごきげんよう。はーい、ごきげんよう。ゲートとかいうライブ型の VR とかなんとかが使えるんだって。セット、なんだっけ。アリスゲート起動。PC ですか？あれ？ノープレイヤーキャラクター、つまりゲームとかの疑似キャラクターってわけじゃないのかな。あ、ごめんなさい。そうです、1年の星野光です。ここにいる人ってみんな現実なんですか？ああ、すごい！じゃあここで借りた本は現実でも？ここって現実と同じ時間が流れてるんですか？ありがとうございました、模擬先輩。では、ちょっと本を探してきますね。
したし。失礼しまーす。セット、フォルバ、ログアウト。会長、誉れのことはわかるよね。で、こっちが同じく対局家2年、副会長をしております、イカルガ・ガルグイユ・リゼット、巨階級キュリオ・テテスです。イカルガ・ガルさん覚えられないよね。ユリゼットでいいよ。よくないですから、ファーストネームのリゼットとお呼びくださいな。この衛生徒会長とリゼ先輩、わかりました。それで星野さん、さすが。いえ、困ってるってわけではないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。